絞り切ってまたその一歩先は運動量を上げたり食事量を下げるっていうか、最後の方はカーボサイクルに入る。例えば絞り切るまでにローカーボを3日、ハイカーボ1日、ローカーボを3日ハイカーボ1日だったのをローカーボ4日ハイカーボ1日とか、ローカーボを5日やってハイカーボ1とか、そういう感じですかね。だから全体のそのローカーボの時の日の量は減らせないですけど、辛さは一緒ですね。また明日もローカーボか、うん、また明後日もか。ローカーボじゃあ3日から4日に増えるじゃないですか。ってことはトータルのカーボ量ってもちろん減るじゃないですか、はい、1日。そしたら翌その減った分ってのはハイカーボの日に追加するんですか。しないです。あってことは減るってことですか。減りますね、うん、全体の。そうですね、食事量も減りますね。さあどっち選ぼう。絶対こっちがいいですよ。もしコンディションがずっと良くなる、良くなり続けるなら、うん、食べながらね、食べながらの方がそれが理想ですよね。やっぱりだから早めに仕上がってるっていうのが、うん、まあいいんじゃないかなとは、うん、